褒められることも分かりますからね、自分の成長も分かるし、うん、それでその絵一つについても、あ、上手ねなんていう褒め方だと自分は何を褒められてるか分からないし、ちゃんと心から褒めてないって分かっちゃうのね、子供には。だから絵にしても、あ、すごく頑張ってるところってありますよね。この色が描きたくて色頑張ってたとか、このここを綺麗に塗りたくて頑張ってる時とか、いろいろちゃんと気持ちが入っているので、そういう時に、あ、綺麗な色使ったねとかね、きちんと塗れたねとか、その事実を褒めるようにしないと、あら上手ねとかっていうのでは、あの上っ面になっちゃうね。その褒める時も何を褒めるのかっていうのをきちんと捉えてあげて褒めてあげると、あ、本当にそうなんだよって、今頑張ってお母さん分かってくれたんだって、とっても嬉しい気持ちになって、また頑張って今度何かやろうって、自分から頑張ってやろうっていう気になる。だからこれできたから次これ頑張ろうねってお母さんが言うんじゃなくって、自分から、あ、これもねできてお母さんにも分かってもらったし、僕はもっと頑張って今度これをやりたいなって自分から思うようになるような褒め方が大事かなって思います。そのくらいの感じなんですけど、どうでしょうか、ご質問に。だからその時には、あ、これがやりたかったんだねっていうか、これが食べたかったんだって言ってあげるだけで、あの認めてくれたって思うので、結構パッて切り替えられるんですよ。だからないものはないんだからみたいないう感じだと、あの自分の思いを認めてくれてないっていうのがあるのでね、うん、あ、そうか、今日はこれ食べたかったんだ、じゃあ今度は明日ね、お母さんじゃあそれ作るから今日はこれ食べようとかって、でも最初は嫌だって言ってると思いますけど、でも自分の気持ちが分かってくれたんだっていうのが分かれば切り替えてくると思いますよ、うん。あとはまあ洋服なんかだったりすると、ちょっとあの選択してね、じゃあこれが嫌ならこっちにするって、これとこれとどっちにするとか、これを着なさいって強制するともうこうなるでしょうから、うん、これが嫌なじゃあこっちにする、じゃあこっちとこっちとどっちがいいかなとかって聞くと、まあ、こっちにするとかってねなってきたり、選択のあれをちょっと出してあげるといいかもしれないですね。お互いに意地の張り合いになっちゃうからね一歩引いてあげるとね。